はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題の車、そして4月の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら、最新版ルノートゥインゴでございます。で、このトゥインゴも先日仕様変更が行われまして、グレード体制が見直されたということと、上級グレードには専用のアルミホイールも採用されて魅力が増しているコンパクトカーということになっております。見ていきたいと思います。まずトゥインゴの概要が紹介されております。フランスのパリで磨かれた魅力あふれるおしゃれなコンパクトカーということになっております。そしてデザインについてが紹介されております。非常にカラフルなボディカラーが採用されておりまして、見た目もおしゃれな雰囲気のモデルということになります。そして走行シーンが紹介されております。動力性能も十分ということで、街中でも遠出でもあらゆるシーンで楽しめる車ということになっているようです。そして各デザインの詳細が紹介されております。 RR リアエンジンリアドライブのパッケージングということで、車内空間も十分な広さが確保されておりますし、フロントビュー、リアビューともに親しみやすい感じのデザインが採用されているということになります。そしてカラーバリエーションについてが紹介されております。こちらの6種類が主にラインナップされております。そしてキャンバストップの仕様が紹介されております。上級仕様にはキャンバストップも採用されているということで、開放的なドライブを楽しむことができるようになっております。そしてインテリアについては紹介されております。インテリアのデザインもおしゃれでありながら、人間工学に基づいた扱いやすいレイアウトが採用されております。そして走行性能については紹介されております。走行性能もパリで磨かれた仕様ということになっております。そしてコンパクトなボディサイズということと、ステアリングの切れ角も大きく取られているということで、街中での取り回しもいいという感じになっております。それに高めのアイポイントで運転もしやすいということが紹介されております。そして最小回転半径 4.3m ということで、狭い路地での取り回しも楽に行えるということになっております。そしてパワートレインについては紹介されております。トゥインゴのインテンスのキャンバストップには 0.9 リッターターボの3気筒エンジンが採用されております。そして6速のデュアルクラッチトランスミッションが採用されているということで、走行性能も高いということになります。燃費の方、このような数値となります。そしてトゥインゴ S になりますと、専用の1リッターのエンジンと5速マニュアルが組み合わされるということで、走りを楽しむことができる仕様ということになっております。そして安全性能についてが紹介されております。万が一の衝突の際に、乗員がシートから滑り落ちてしまう現象を防止するフロントシートが採用されておりますし、横滑り防止の機構や横風による車体のズレを防止してくれる機構も採用されております。さらにアイスフィックス対応のチャイルドシートもしっかり固定できるようになっておりますし、タイヤの空気圧も監視して必要に応じて警告してくれるようになっております。さらに車線逸脱警報やエアバッグも車内全体を包み込むようにレイアウトされるということになります。そして坂道発進補助のヒルスタートアシストも採用されておりますし、バックソナーやリアカメラも採用されるということになっております。そしてトゥインゴには専用のディスプレイオーディオが用意されております。 Apple CarPlay、Android Auto に対応しているということで、スマホを介したナビ機能や通話、そしてスマホ内の音楽を楽しむことができるようになっております。そしてラゲッジについてが紹介されております。2列目シートを格納しますと、ほぼフラットな空間が生まれるということで、多くの荷物を効率よく積み込むことができるようになっております。そしてカラーバリエーションが紹介されております。グレード専用色もあるんですけど、全体でこちらの7種類でラインナップされております。そしてグレードが紹介されておりまして、上級仕様がインテンスとなります。こちらのインテンスですと、キャンバストップの仕様も選択することができるようになっております。専用パーツや専用の16インチのアルミホイールも採用されて、おしゃれな質感ということになっております。そしてボディカラーに合わせたインテリアカラーも用意されるということになっております。そしてトゥインゴ S が紹介されております。こちらは純粋に走りを楽しむことができるベーシックな仕様ということになっております。15インチのホイールカバーが採用されておりますし、5速マニュアルのみのラインナップとなります。トゥインゴ S のカラーバリエーション5種類用意されております。そして装備などこのような感じになっております。そして主要装備一覧表が紹介されております。このような感じになっております。そして主要所見表や寸法図などが紹介されております。さらに保証やフィナンシャルサービスなどが紹介されております。裏表紙このような感じになっております。ということで、今回は最新版ルノートゥインゴについて紹介しました。カ
タログの内容と話の内容を異なる表現とあったと思いますが、想定はご了承ください。また、ところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、想定もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、Twitter の方で動画のこととか、その他いろんなことをつぶやいておりますので、Twitter のフォローもよろしくお願いします。Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。